皆さん、こんにちは。今回は元時を山口達也さんの再婚相手や逮捕歴、過去のやらかしの実態や元嫁の現在の様子について紹介します。山口達也さんが11月2日自身が代表を務める株式会社山口達也の公式サイトで再婚を発表しました。2024年11月2日山口達也は一般企業に勤める会社員の方と入籍いたしましたと報告し、また新たな一歩を踏み出せたことを温かく見守っていただければ幸いですと記していました。山口達也さんは2008年3月一般女性と結婚しています。同年5月に第一子男児、2010年9月に第二子男児が誕生していましたが、2016年8月に離婚していました。新たな一歩を踏み出した山口達也さんですが、18年に起こした不祥事により TOKIO を脱退し、所属事務所を退所、現在はアルコール依存症を公表し、通院治療を続けながら講演活動などを行っています。昨年3月に設立した株式会社山口達也の公式サイトでは、私が患っているアルコール依存症は完治しないと医師に宣告されました。この病気と一生付き合っていこうと決めました。この病気を克服する方法はただ一つ、アルコールを一生一口も飲まないことですと記されています。自身も飲酒運転事故を起こしたことのある身として、飲酒運転やアルコール依存症に関する講演会を精力的に行っているという山口達也さんですが、 NPO 法人認定の飲酒運転インストラクターの資格を持っているといいます。スポーツ紙記者は、山口さんは2018年女子高生に対して強制わいせつ事件を起こし、当時のジャニーズ事務所を退所しました。わいせつ行為に及んだのは酒に酔った状態でのことでした。2020年には酒を飲んでバイクの運転中に事故を起こして逮捕されています。アルコール依存症や飲酒運転事故の当事者ということもあり、山口さんの講演は説得力がありますよねとコメントしています。自らの経験をもとに社会貢献に勤しむ山口達也さんですが、その活動に対して否定的な意見もネットでは飛び交っています。経験から講演するのは全然いいと思うんだけど、なりわいにするのはなんか違うような気がする。依存症から抜け出した経験は伝えるに値するものだけど、それで生計を立てるのはおかしいといった声や、わいせつ行為をアルコール依存症のせいにしてる気がするんだよね、アルコール依存について講演するならわいせつ事案についても講演するべきなど、わいせつ行為については何も語られていないことに疑問を抱く声も上がっているといいます。さらに10月3日情報ライブミヤネ屋で山口達也さんの講演会を密着取材していた時も同じでした。取材したのは9月15日さいたま市でアルコール依存症の危険性について山口さんが自ら語る講演活動を紹介する内容でした。私、焼酎をラッパ飲みしていたんですよ。で、そのうちブラックアウトっていうのを頻繁にするようになりましたなど、酒に溺れる実体験も赤裸々に語っていました。さらには2020年9月の飲酒運転事故の話なども話題に上ったのですと週刊誌芸能担当記者はコメントしています。アルコール依存症の啓蒙活動は非常に重要であり、当事者が語ることも大事なことです。しかし、ここでもネット上ではこいつがいくらアルコール依存症とほざいても計画性を持って未成年を襲った事実は変わらない、2つの犯罪を犯しているのに軽い方の犯罪だけでその人を紹介するのは隠蔽不誠実だと思うといった疑問の声が上がっていたといいます。2018年4月山口達也さんは未成年女性に対する強制わいせつの疑いで書類送検されています。その理不尽さはお酒の恐ろしさを伝えるには適したエピソードとも捉えられますが、今回の山口達也さんの密着を見た視聴者の中には、アルコール依存症のみをフォーカスしようとするやり方に違和感や怒りを感じた人も多かったようです。事件の詳細は
肝臓の数値が悪かった山口達也さんは1ヶ月ほどの入院生活から退院したばかりで、その日は朝の仕事を終えた後、帰宅して焼酎を1本開けていたといいます。その後、山口達也さんは A さんに LINE 電話をかけ、うちに遊びに来なよなどとしつこく誘いをかけ、 A さんは山口の様子に不安を覚え、親しい16歳の R ズメンバーを連れて山口の自宅を訪れていますと捜査関係者はコメントしています。しかし、友人と現れた A さんを山口達也さんはいきなり、なんで一人で来なかったんだよと怒鳴りつけ、 A さんに対してしきりにお酒を勧めたといいます。 A さんはグラスに口をつけるふりだけをしてやり過ごしたそうです。そして山口達也さんは連れてきた友人を無視するかのように A さんだけを凝視し、ついにしびれを切らして、こっち来いよと不機嫌に言い放つと、 A さんに襲いかかったのです。山口は嫌がる A さんに強引にキスをし、顔を舐め回した。さらに強い力で押さえつけ、体を触った。服も脱がされそうになった A さんは激しく抵抗、揉み合った後、山口がタバコを吸いに部屋を出たところで、 A さんは友人とマンションから走って逃げたのですと前室の捜査関係者は語っています。 A さんは友人の勧めもあり、その日のうちに麻布署に被害届を出したというものでした。依存症治療の重要性を講演するのなら、同じように自らのもう一つの過ちも説明するべきという意見が多数投稿されていますが、山口達也さんはこの声をどう受け止めるのでしょうか。一方、山口達也さんの元妻でハワイでサロンを経営する実業家の高沢優子さんの現在はどうなっているのでしょうか。高沢優子さんは2014年1月自身のブログを更新し、山口達也さんの誕生日を祝福していました。1月10日は子供たちの父親のお誕生日でしたと報告した高沢優子さん。夜にみんなで交互に電話でお話できましたと電話で祝福したことを明かしていました。続けて、彼と一緒に過ごした長い時間は私は決して良い妻でも母でもなかったと思いますと綴り、当時の私は自分に自信がなく、人の目ばかり気にしていました。それなのに責任感や使命感、自分のルールばかり相手に押し付けていました。傷つくのは全て相手のせい、今思えば 120% 私は悲劇のヒロインだったと心から思いますと離婚前の心境を吐露しています。今、子供たちと私たちがそれぞれの道で違う景色を見ながら、一人一人の価値観で今を精一杯生きれていることは全て彼との出会いと経験から学び、気づき、成長させてもらったおかげですと振り返っていました。また電話を切った後、子供たちと私たちがハワイに旅立った日の空港での写真を見返しました。ロケが終わって空港に駆けつけてきてくれて、優しくハワイに送り出してくれた。そんな大きな優しさに気づくまで正直何年もかかってしまったけれど、今は本当に心から感謝の気持ちしかないですと率直な思いを告白していました。最後には、ありがとう達也くん、そしてお誕生日おめでとうと締めくくられていました。また5月26日にはインスタグラムで白のビキニ姿で息子たちとマリンスポーツを楽しむ様子を披露し、話題になっていました。いかがでしたか。今回は元時を山口達也さんの再婚相手や逮捕歴、過去のやらかしの実態について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。